第10章従って生き、そして死ぬ。人であるために、私はそれを成し得る。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしは何が何でも細く長く生きてやるのよ。その救助家は、おめでとう。ここはどこだ？俺様は誰だ？誰か？いないのか？一人は来るんだ。君に惑いし心よ、安らかにある。先を見据え、敵に備え。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ、夢を叶えよう。君を探す勇気、未来へ後、あなた様のサワルとなる許可。明日を守らんとする心よ、永遠なる雪村。限っておるよ、邪魔。はっ、この雪村、ひたたかに狂っておりますれば。うん、わしの心を、主の風林火山と共にある。何者をも恐れず、突き進め。はっ、心得まして、こんなに。見ていてください。まあ、格好せがれ殿はいつにも増してでかい声じゃねえ。おやつさま、面白そうだな、格好せがれ殿。これはまた随分と拾い集めたもんだ。おやつさまもご存知の通り、それがし、バカ正直者ゆえ、片っ端から拾ってまいった次第。そいつは、まったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。
雪村、そんなくなる。お任せくだされ、おやじ様。ったく真面目すぎるってのは、私の大将は。ちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ、お前もいてくれたんだ。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。まあ、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様、面白いとこ連れてってやるけど。ああ、それもいいな。楽しみにしているぞ、サスケ。我が友よ、皆の心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け、伝えるわ。ここ雪村が皆と交わした最後の約束、そしてそれが我が兄との約束でもある。遅くなり申したが、これでも懸命にかけてまいりました。なれば今少しお待ちくだされ、兄上。徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならぬ。出なければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き、冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて伝える。お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる。その心を。人の強気だ。お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、さ。人は弱く、儚く、脆い。確かに、お前や信行、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだ。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうとも皿だ。人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。皆で進める。古き者を切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。それができると信じる。そんな強き心を持てばよい。人が弱いと、己が弱いと知る者なればこそ、誠の強さを求めることもできるはず。人の強さを信じる心は、きっと貴殿に新しき時代に新たな絆をもたらす。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。お待たせいたした、兄上。ずうずうの巨竜のイカれた覚悟に。親父殿がお前を待っていた。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。おやじ様はそう申された。せぬ、兄上は戦闘を行く者だと。
前へと進み、道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作るものだ。親父様はモーサルだ。兄上、あなたは誰とも道を違えてなどいなかった。待ってよ、進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がれる。最も恐れる者に追いつかれてしまう。自分は何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も強き信念を思い出したのも既に敗れた死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は気を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだ。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。そうだ、俺はこれから様々なものを見、今まで見えなかったことを、人、景色を、そして心を。今の兄上にならば助けます。それがしは満ち満ち拾い集めてまいった。あまたの心、我が六文拳に宿る戦国を生きた者たちの熱き声、四天王。壮絶に燃えたぎる赤い炎のごとく、熱、強、まっすぐ天へ向かって立ち上る。それが幾百年にも後も人々の魂に刻まれ続ける、真田源次郎引き村の生き様である。